はい、どうも、組んでみたレビューです。タミヤの、プジョー205ターボ16、ワークスラリーカーですね。タミヤの205自体はこれが2回目ですね。今回は、クワトロと同様、ベルガカラーになってます。今回もね、これはスタジオ27、これもデカールはスタジオ27で制作しました。で、このスタジオ27のこの205のベルガに関しては、印刷がですね、カルトグラフでした。で、まあカルトグラフなんでね、あれ？デカールの袋が。すいません、ちょっとデカールの袋用意してなかった。っていうこともありましたし、番号も古い番号ではなかったはず。なので、まあ安心と信頼のカルトグラフということで、特に気になるような、まあ、割れちゃったりとかね、貼ってる最中にパキっていっちゃったりとかってことはなかったんですが、あんまりちょっとね、自分があんまりうまくないがためにちょっとひび割れとか起こしてしまいましたけども、このベルガのデカールなんですけども、この205の方は、この白いラインはね、デカールになってるんですけど、赤いラインがですね、はボディのこう塗装で再現してねみたいな感じでした。で、そういったこともありましてね、ちょっとこの辺とか見てもらうと、赤色のねマスキングの幅が均一になってないのがお分かりいただけるかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとこういうところがね、まあ自分みたいにマスキングの塗り分けとかがちょっと下手くそだったりとかして、あんまり綺麗にいってなかったりとかするんですけども、この205のね、キットはですね、よいしょ、プルプル、こういう感じでエンジンフード開閉できます。まあ開閉できるんですけど、今ちょっと落としたりするといけないので外してしまいましたけども、こういう感じでですね、エンジンの再現があります。で、よいしょ、でちょうどね、これがね、結構ね、こうやってこのワークスカラー、これワークスカラーなのかな、プジョーワークスカラーなのかもしれないですけど、ワークスカラーだとここにね、黒いね、こういう風だったかな、デカールを貼るので、後ろから見てもほとんど見えないんですが、ベルガ仕様だとね、こうやってほとんど見えるような感じになりますね。で、組み立てに関してはですね、やっぱちょっとキット自体は古いといえば古いので、若干エンジン周り、まあ、駅マニとかインマニとかの取り付けの位置が、ちょっとずれちゃったりすると、なかなかね、こう他の部分と当たってしまったりとかっていうことがあります。その辺はね、組み立てしてる光景をライブの方で配信でしましたので、見ていただければお分かりいただけるかなというふうに思いますけれども、それ以外はですね、特にはそんなに気にしなくてもいけるかなっていう気はします。ただ、ここのね、エッチングパーツですね。このサイドの。ここがね、多分自分が下手くそだ、これも自分がうまいこと行かない、こう下手くそだからだと思うんですけど、ここはね、前回もね、ここの隙間がうまいこと埋まらなかったっていう感じではありましたね。あとはでもそれ以外はそんなに気にしなくてもいけるかなっていうことは思います。で、このマッドフラップ、こちらもね、こちらはまあクワトロと同様、プラ板を切り出してみたいな感じにしました。まあ、とりあえず雰囲気だけでもということで、もっと、あんまりね、こういうのを、こう、自分工作苦手なので、ちょっとあれだったんですけども、一応、こんな感じでね、制作させていただいてっていう感じになります。まあ、このキットもね、希少といえば希少ですけどし、まあ、多分、オンダワラタミヤになってからも一回再生産はあったかなっていうふうに思うんですけれども、やっぱりちょっとデカール、キットの標準ついているものはどうしてももうほぼ使えないかなっていうことは思います。で、一応今取り寄せできるものはスタジオ27のね、300番より前のものは省くと、このベルガとゴロワーズかな、ゴロワーズも確か300番以降だったと思うんですが、しっかり注文書見てから話してよって話なんですけども、そっちの方はね、印刷がカルトグラフかどうかはわかりません。とか、あと、ロットによってね、違うかもしれませんので、なんとも言えないですけれども。まあ、古いキットでデカール使えない、っていう方は、そういったものを使ったりとかね。あと、まあ、うちで取り寄せできるのは、スタジオ27タブデザイン、その辺ぐらいなんですけども、うちの取り寄せできないメーカーでもね、いろいろと出ているところはありますので、そういったものを使ってね、まあ、プジョーワークスが作りたいっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、他のね、プライベーターチームだとか、そういうのを作りたいという方もいらっしゃると思いますので、
その取り寄せでき、取り寄せというか、まだ購入できるようなものの中からね、選んでいただいて、オリジナルというか、好みの塩を作られるのもいいかなっていうふうに思います。というわけでですね、今回組んでみたレビューは、タミヤの、プジョー205ターボ16ワークスラリーカーでした。ご視聴いただきありがとうございました。